長ーレンタルフロスに、はい、なんかモスラのようなケバケバな毛虫のようなのがついてるんだけども、はい、先生、歯ブラシ以外のオーラルケア商品がたくさんあるんですけど、うん、それはどうやって使い分けるんですか？いい質問だね。じゃあ今日はちょオーソドックスなこの3つを紹介しよう。はい、ね、まず糸ようじなんて言ってますけども、デンタルフロスだね。うん、まあ、こういうふうに出してお、ある程度の長さにして切ります。で、見るのもこういうタイプのやつもありますよね。そうね、あります、あります、はいはいはい。うん、このデンタルフロスっていうのは、はい、まあ、糸ようじなんだけども、うん、このように歯と歯のコンタクトを通過させます。お、引っかかる接触しているところは通過していいんですね。そうです、通過してそれでまた上げる。へ、でこれは何の目的でやるかっていうと、はい、歯と歯の隣り合ったところを通過して、うん、でここに停滞している細菌性プラークを取るということなんですね。歯と歯の隣り合ったところの虫歯予防の商品です。はい、いいですか。これがデンタルフロス。続いて、はい、デンタルフロスに似たスーパーフロスというのがあります。強そうですね。名前もすごい強そうでしょ。長ーデンタルフロスに、はい、なんかモスラのようなケバケバな毛虫のようなのがついてるんだけども、はい、まあ、これは何かっていうと歯に歯とインプラントの境目を磨く商品。インプラント、インプラントの模型があります。はい、ここインプラントの上部構造、歯の形をしたところですね、うんうん、これを取るとこのように、人工の歯根が、3つ、歯と歯茎を貫いて、歯茎を貫いて飛び出てるわけだね、うん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 、でこのインプラントと歯茎の周囲から細菌が入ろうとする。うーん、それでこのスーパーフロスというのを、はい、このようにくるっと回して、あら、回して、はい、引っ掛けて、はい、それでこのようにツー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 磨いていきます。へえ、そうするとインプラントっていうのは断面積が円になってますから、はい、全周を磨くことができるんですね。すごい。実際はこのように上部構造、歯の形をしたインプラントの、はい、ものが入ってますから、はい、このスーパーフロスの先をここから通して、なるほど、反対側から今度、隣に通すという、ちょっと大変な作業をして、そしてこのように磨くとインプラントの周囲にすごい入り込んでよく磨けるようになるわけです。ちょっと歯茎が取れちゃったこれスーパーフロスだね。なるほど。ですから、ケバケバしててすごくインプラントの周りの歯茎が取れます。じゃあいちいち歯を外さなくてもそのまま磨ける。そうです。うーん、インプラントの周りの骨がなくなるインプラント周囲炎っていう病気があるんですけども、そういうふうな病気になった時にこのスーパーフロスを使うと、はい、治ってくる、そういったことも多々あります。すごい、さすがスーパーですね。スーパーです。へえ。そして、最後に、あ、これわかる？見たことあります。これはね、歯間ブラシって言います。ほうほうほう。歯間っていうのは歯の間って言うんですけども、はい、実は、この間をこう磨く、あー、さっきの糸ようじみたいなのみたいに、うん、接触部分を通過じゃなくて隙間に入れるんですね。そういうこと。はあ。ですからデンタルフロスはこのコンタクトを通過する虫歯予防のデンタル商品なんだけども、ケア商品なんだけども、うんうん、この歯間ブラシは歯と歯茎の境目に入れて、うんうんうん、細菌性プラークを取る歯周病治療、歯周病予防のオーラルケア商品になってくるね。で、実はちょっとここ歯茎どかしちゃいますけども、はい、わ、歯と歯の間といってもこの奥の歯の隣り合ったところと、うんうん、手前の歯の隣り合ったところと2箇所あるんだね。あ、ルートが違うんですね。間をちょうど真ん中を取っても、はい、
あと歯茎の境目を、根っこの境目を、ここを磨かなければいけないので、真ん中を通すだけだったら爪楊枝と同じになっちゃうね。あ、なるほど。これは細菌を絡め取ってますから、はいはいはい、歯に接していかなきゃいけない、はい、そういうものなのですから、一つの間に奥の隣り合ったところと手前の隣り合ったところ、奥の隣り合ったところ、手前の隣り合ったところと2箇所磨くような意識が必要になってきます。へえ。ですからこれもいろんなサイズがあります。 L サイズ、M サイズ、S サイズ、はい、SS、3S、4S、これは 4S なんですけども、細い、うん、で広いところが L で細いところが S とか、そうすると何種類も何種類も持ってなきゃいけない、はい。うちで推奨しているやり方は 4S サイズ、一番細いので、うんうん、手前そして奥と2箇所磨くようにして、うん、これで全部を、1本で磨いていくように、そういうふうに指導しています。なるほど、はい。ちなみにこの1本はどのぐらい持つんですか？実は慣れてないと、はい、あっち曲がったりこっち曲がったりします、うんうんうん、でこれは細い針金にケバケバが、ナイロンのケバケバが放射状に出てます、うんうんうん、で何度も何度もこのように曲がったりしてると、ここが金属疲労を起こして折れちゃいます。あ、ですから使い始めはすぐに折れちゃう。慣れてないからまっすぐ入りにくくて、はい、でも慣れてくるとだいたい 2、3 週間使います。このケバケバ感がなくなって、はい、あの針金状になってきたらあんまり効率が良くないんで、それは取り替えた方がいい。なるほど。ですが使い捨てではないです。へえ、知らなかったです、うん、この3つの商品が、はい、まあ、あのオーラルケア商品としてはバオソドックスなメジャーな、3つの商品になりますかね、はい、これ使い分けをすればいいですよ、うんうん、ということは歯間ブラシとフロスも一緒に使ってもいいってことですか？そういうこと、ね、ただ歯間ブラシとデンタルフロスは目的が全然違うというと、はい、そこを理解する必要があります。わかりました、ありがとうございます、はい、先生、私実はこの歯間ブラシ、もう5年ぐらい買えてなかったんです、だから買えますね。せっちゃん頼むよ。はい。